はいどうもブラッドです。ということで4連勝でストップと。いやデトマーズ1勝が遠いですね。今日も5回まで2失点で、まあ球数的にも6回いけそうかなっていうところで、その鬼門の6回にまた打たれ出すと。これでデトマーズは今年9登板して未勝、6イニング投げたのも1回だけですからね。ちょっとここまではエンゼルスの先発陣の中で一番の誤算となってしまってますね。まあそれより今日は打線が打てなさすぎましたね。相手先発ルザードも良かったですけど、ブルペン陣にも抑えられてしまいました。ロースタームーブですが、サム・バックマンが昇格となりました。そして代わりにレイエス・モロンタが DFA。 ファングラフス見るとモロンタオプションがあるってなってたんですけど、実際はなかったそうです。状況的にはモロンタかループかというとこだと思ったんですが、まだ粘り強くループは生き残っています。2回お相手の先制点。デトマーズ今日の試合後にスライダーが調子良くなかったって言ってたんですけど、見てた感じどの球種も悪かったですね。コマンドが全然でした。セグーラのタイムリーはまあ運は良くなかったんですけどね、追い込みながら低めに投げられなかったので当てられちゃいましたね。その裏、2アウトから満塁までチャンス作るんですけれども、ネトが三振。低めにキレッキレのスライダー集められてたんで、ちょっと厳しかったですね。3回、ソレアにホームラン。ソレアはこれで5月11本目のホームラン、絶好調です。チェンジアップ投げるんですけど、これど真ん中近く入っちゃったんでね、調子がいい選手にはまあ打たれても当然かなというとこです。3アウト目はウォラックよく刺してくれましたね。カウント3ノーになってたんで、なおさら大きなプレーでした。5回に反撃。ここはラッキーが重なりましたね。先頭オラックの当たりは普通だったらセカンドゴロ。さらにお相手のワイルドピッチでノーアウト2塁と大チャンス。2人三振に取られてしまいますけど、トラウトをよく2アウトからタイムリー打ってくれました。あとここコーチャーもよく回してくれましたね。正直ルザードからなかなか点入んないんで、もうギャンブルでもここは回すべきと思ってました。足が遅いウォラックですけれども、ここちゃんとねいい判断してくれたと思います。6回のデトマーズは4連打を浴びて降板。セグーラのバントはついてなかったですね。アーシェラの判断は良かったと思います。ボールがファールゾーンの方に向かっていってたんでね、見送るのは良かったんですけど、ただ残ってしまいましたね。でホルテスには初球また真ん中に入ってしまって2だと。通常ピッチャーは2巡目3巡目って進んでいくと打たれやすいんですけど、にしてもデトマーズ3巡目ありえないぐらい打たれちゃってるんで、ちょっと今後課題ですね。そして依然ノーアウト満塁なんですけれども、ウェブの最強の火消し、このおかげでまた終盤の大逆転勝ちの望みがあったんですけどね。その裏、相手もピッチャーが変わって、先頭のレンフロー惜しかったですね。抜けたらツーベースというところ、サードセグーラファインプレーでアウトとなってしまいました。セグーラ今年大不振で OPS500 もないんですけど、ただ今日に限って言えばタイムリーにバントにこの守備と、今日は乗ってましたね。ただドリューリーにソロホームラン。ノーアウト満塁を抑えた直後にこれですからね。しかも次のアーシェラが初球でまたヒットからの盗塁成功。ガゼンベンチ盛り上がるんですけどね、後が続きませんでした。7回はまたウェブがマウンドに上がりますが、デラクルーズのツーラン。これデラクルーズがすごかったですね。低めおそらくボール球なんですけど、このノーステップ打法でよくあそこまで飛ばしました。打った瞬間フライだと思ったんですけどね。この2点が今日は大きすぎましたね。この場合の継投って難しいですね。ノーアウト満塁抑えたから、まあ、そこで終わりにさせてあげたいという気持ちもあるし、ただ今日から連戦が始まったばかりで、さっきウェブ良かったしこのまま行きたいっていう気持ちもあるしね。個人的にはもうシルセスとかデメンスキーに変えてあげたい、もうノーアウト満塁を抑えて終わりにさせたいっていう気持ちの方が強いですね。8回表、サム・バックマンメジャーデビューおめでとう。先頭ホルデスからいきなりメジャー初奪三振を奪うなど、この回アウト3つは全部三振なんですが1失点と。まずシンプルに見れて嬉しかったですね。でやっぱいいピッチャーです。
これ表記カッターになってますけど、実際スライダーですね。スライダーでいっぱい空振り奪ってましたし、ファストボールはまあ相変わらず速いし、ただ懸念されてた制球はかなり悪いので、まだまだ重要度が高い場面では投げさせない方が無難ですね。だから今日みたいな試合で徐々に慣れさせてほしいと思います。で、最後の最後、ウォードが1回も振らず3球三振。これ最悪でしたね。もうウォードいいでしょ、我慢なりません。今日1打席目ヒット打ちましたけれど、弱い当たりでね、ラッキーだったし、で4三振よ、もういいでしょ。相手先発の左右に関係なくモニアック。これウォードの成績ですけど、最近まるで打ててないですからね。打ってないだけじゃなくて、フォアボールも全然取れてない。もうね、むしろこれもうウォードじゃないです。だから一旦ね、マイナーに落として化けの皮剥いでから上がってこい。それまでアデルでなんとかするから。指標だけ見るとそんなに悪くないし、マイナー落とすほどじゃないんだけど、最近が特に悪すぎてね。でモニアックが良すぎてね。だからモニアックを使いたい、プラスウォードベンチじゃなくてね、とにかく打席与えたいから一回マイナーに落とすと。それの方がウォードのためになると思うんですよね。なんかメンタル的にもなんか良くなさそうに見えるからね。これ結構マジで寝て起きたらそのね、ロースタームーブあるんじゃないかなと僕は見てます。デトマーズヒット10本打たれながら5回3失点。まあウェブのおかげですけどね。一応粘れたので、まあそこは評価してもいいのかなと。ウェブは今日ホームラン打たれましたけど、ここ2試合の登板見て全然いいですね。特にコントロールいいから割と安心して見られます。バックマンは結局2イニング投げました。三振4つ奪いましたけど、球数多すぎですね。ただダメなら落とせばいいんでね、今メジャーにいる間は必死で頑張ってほしいなと思います。今日はレンジャーズとアストロズは共に勝利しています。さあ絶対勝ち越したいんで、明日は負けるわけにはいきません。大谷選手に託しましょう。今日打線振るいませんでしたけど、明日はちゃんと援護してもらいましょう。トリプル A です。アデルはヒット1本打ちますが3三振。アデルマイナーでよく打ってますけど、もしメジャー上がっても三振祭りは変わりません。今トリプル A でも三振率高いんでね、そこは期待できないんですけど、ただ一発の魅力はあるし、守備も改善してますので、そんなに今のウォードよりはマイナスにならないっていうか、プラスになると思うんですよね。だから三振しまくったとしても皆さん温かい目でお願いします。ダブル A です。2番手に登板したベン・ジョイス、そして3番手のケニオン4番は共に2イニングを無失点に抑えています。はい、それでは今回動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェルス、さよなら、ベベー。